どうも、小木です。どうも、トイです。嵐の前の静かなのすけです。静かな中、あの一番奥の人携帯触ってましたけど、まあやっぱりしんのすけですからね、嵐を呼ぶ男ということで、やっぱりね、もうそういうシリーズやってますから。そうですね、数々の話を巻き起こしてましたね。やりづらい、戻ってきたやつ。やっぱね、うるさい、これ一人増えましたからね。ここ書いてあるし、なんかそうなんですよ、これほら呼ぶシリーズ。じゃあ今日は D に関するちょっと考察を持ってきていただいて。そうなんです、小池さん。僕がですね、毎回ジャンプ深掘りやってますけども、ジャンプが救済の週は小屋ちゃんに出たいがために、あの企画を持ち込んでるわけですよ。なるほど。で、これまでね、いろんなまとめ企画やってきましたけども、今日は D の5つをまとめです。 D ですか。 D っていう、なんか社会史の先生おったわ。D の一族を僕がやっていきたいなと。今ワノ国編やってますけども、それこそ D の一族のね、人が何人かいまして、はい、僕はこのワノ国編の最後の方で、うん、ある程度のこの D の一族の真実みたいなものがちょっと明かされるんじゃないかと。分かっちゃう、思ってるわけですよ。で、そういうなんか伏線になってるんじゃないかみたいな要素もちょっと言っていきたいんで、はい、お願いします。聞いてください、よろしくお願いします。ファンの間で非常に話題になっている D の一族ですけれども、ここで一旦振り返っておきたいと。はい、で、見てる方ね、D の一族全員言えますかと、まず。あー。僕は言えるかな。こんなに言えますけど。なるほど。でも言える。まだマーシャルね。マーシャル、え、ちょっと待って。名字で言ってくるんですね。うん。あ、なるほど。そう、マーシャルから。マーシャル系。はいはいはい。D ティーチ。D ティーチ。その分け方しないんだよ。人は。これでカウントに。そうなの、はい、家柄ってちょっと言ってください。はいはいはい、はい、ボール系。ゴール系。そう、ポートガス。ポートガス。モンキー系。モンキ ー, おー。トラファルガー。トラファルガ ー, おー。ロックス系。ロックス。そう、ハグワール。ハグワール。あー、来ましたね。出ましたね。出ましたね。そう、こういった家柄が出てまして、そこそこ多いなということなんですよね。はいはいはい。で、そのまあ D の一族全体に関わる話として、受け継がれている D の意志、クレハがね言ってましたね。生きていたら D の意志は。おー、言ってましたね、ババが。ババ、はい、すいませんね、あのワンピース好きなの。いや、めちゃくちゃ好きですけど、毎週楽しみに読んでますけど。で、生きてたのかって、これもまあちょっと意味深ちゃ意味深な発言でして、はい、初登場から時間経ってますけども、いまだに解消されてない要素だと。そうですね、いうこと、うん、で、あとはコラソンが言ってましたが、神の天敵、天竜人ですけどね、うん、はい、そうですね、この敵であるということとか、うん、先祖代々受け継がれているっていうのが、まあ、サウルが言ってたりとか、あとは白ひげがあの血縁を断てとそいつらの意志が途切れることはないみたいな、うん、そうね、死神が言ってた通り、いろんな家柄があるんで、一つの家柄が途絶えても別の D のついてる家柄が生き残ってるよみたいな感じですよね、はい、で、世界政府は D の名を隠したいというか、うん、目立たせたくないみたいな、ね、そうですね、そうそうそう、なんか人目に触れすぎちまってるなみたいなことも言ってましたんで、いたいた。で、あとは死に際に笑っている、はい、これね、はいはいはい、笑ってんねん、笑うってもうグリーンのロゴみたいなやつ、そうね、そうそうそう、そういう感じでもう表情作るわけですよ、2と2かって言ってね、そういった特徴があり、はい、D の, その秘密を知ってるっていうのは、まあ、ロジャー海賊団なんですね、まあ、楽天にたどり着いてるし、うん、確かにね、こういうこととか、あとは白ひげがロジャーから話を聞いて、まあ、知ってはいたっぽいと。こういうこととか、まあ、さっき匂わせしてたクレハとかボロウセとか、あとコラソンとか、うん、そういった人たちがいますということですね。これはまあ全体的なその D の特徴ということなんですけども、じゃあ一人ずつ名のついている人をね、いよいよ見ていきましょうと。おー、なるほどなるほど、いうことですよ、はい、はい、まず一人目、ゴールディ・ロジャー。まあやっぱ D といえば代名詞という。そう、でも最初ね、ゴールド・ロジャーやったからね。そうです、うん、クレハが言う時までは D がついてるとかっていうのなかったんで、うん、分からんと隠されてましたね。そう、前にやった伝説の海賊まとめ、うん、とちょっと情報が重複するとこがあるんで、それがちょっとご了承ください、はいはい、はい、ロジャーは大海賊時代幕開けのきっかけとなった海賊でありまして、はい、海賊王だったと。妻もポートガス・ディ・ルージュって、ね、奥さんがいました。で、息子はポートガス・ディ・エース、うん、この人もロジャーの息子として成り上がっていましたけども、ロジャーのですね、特徴としては、まあ、万物の声を聞くっていうね、力ありましたよね。あれ、あんなんすかね、すごいっすよね。そう、それがなんか D の一族だったかゆえなのか、はいはいはい、はい、そもそも万物の声を聞けるって言って、え、そうなんだってなる、ね、ならこれも万物ってたけしの万物創世記ですよ。聞こえないから似てたわ。そう、何なの万物って。おう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 、そうそう、確かにね、あらゆるものっていうことを指すんでしょうけど、死んだ万象っていうじゃないですか、はいはいはい、ね、いろんなものあって、はい、その生き物のみならず法で来る人とかそういうものからも声を聞き取ることができた。そう、なんか強い弱いみたいなのもあるらしいし、あるらしいんですよ ね、なんか強い声が詰まってるとかっていう言い方もしてたんで、それいろいろ差があるんだろうと。なるほど、いうことがありまして、で、まあロジャーは意外となんか頭脳派だって僕思ってるところもあって、はい、ロード里にたどり着いてコーネグリフをゲットしたじゃないですか、うん、はいはい、そういう情報を得る前にそもそもレイリーに対して世界をひっくり返さないかって言ってたんですよ、最初にね、うん、ってことは、うん、結構若い時点で自分の D の地図がどうとか、うん、歴史がこういうふうになってるとか調べてたんじゃないかなって。
て。おお、なるほどね。じゃあ、ある程度なんか目標というか計画性があって海賊を始めたような気がしてるんですよね、うん、ガリベンジャーやった時代があるってことですね。ガリベンジャーね、徹夜で勉強したりもあったと、苦労人時代があったんじゃないかと思います。そう、D 大学に浪人したとかね、そういう感じね、そういう時代があったんじゃないかと、うん、で、まあそういう風に、ね、海賊をやってまして、はい、他にロジャーに関して意味深な要素といえばやっぱり麦わら帽子ですよね。これはめちゃくちゃ気になる。やはりこれを今ルフィが被ってるっていうところ、そうやね、非常にまあ熱い展開でありますし、しかも麦わら帽子ね、 D っぽくも見えるからね、これ横にしたらね、そう形ね、確かに本当になんかちょっとそう思わせてくるような展開にはなってるわけです。気になる。そう、麦わら帽子ってそのマリージョアにあるでっかい麦わら帽子なんか繋がりがあるんじゃないかと言われまして、はい、確かに下手したらもうジョイボーイが被ってたんちゃうかとか、そうやね、言われてるわけです。そもそも最初は誰のもんやったんや、そう、どこでこうだんやと。ちなみにお願いします、海賊の高橋さんの帽子はユニバーサルスタジオ製です。あ、そうなんですよ。なんか一番なんか作りがいいらしいです。はい、まとめ買いしました。参考で楽しい。バーを拾ってもらえないかつて2回やんだよ。え？ごめんなさいね。はい。ちょっと感覚がまだ。なるほどなるほど。すみません。ちょっと久々だからね。そうなんです。リハビリ中です。あんたです。俺がリハビリ。リハビリ中。ジョイボーイも D がついてた感じなわけです。おーおーおお。これめっちゃ気になるんですよね。気になるね。まあ確かにね。はい。だからそう言って D の名前とともに麦わら帽子も受け継がれていったんじゃないかなと。なるほどね。なんかロマンが広がるなって。広がる。そう。でシャンクスからルフィの帽子も受け継がれていますと。これジョイボーイから受け継がれとったら麦わら帽子潰れると思うけどな。あの世界の麦わら帽子800年持つんやで。物持ちよすぎてね、うん、確かに魚人となかなか流通してへんかったわけやで。あ、そういう感覚だった。そういう感覚。あ、そうだった。届けづらいとかじゃなくて、そう、レアやったから。まあ先ほどね、ロードスタートの話ちょっとしましたけれども、はい、大きく冒険をやり直していることとか、その後にこのグループを読み解けるおでんを仲間に引き入れてブランドラインを制しましたよ、はい、はいはいはいということになってますね、はい、で、空白の100年古代兵器 D の一族、世界政府が隠していることを全て知った、うん、で、ラプテルでは莫大な宝っていうのを確認したんだけども、ただ具体的な行動を起こさずに終えた。ただ笑っただけでしょ。なんなんやろな、ね、なんでそれで海賊王って言われるんやろな。そうなんですよね。だってラプテル誰も見たことないやから、誰がどう証明してそう呼ばれてんのか分かんなくないですか。分かったかもしれん。え、ラプテルの石持って帰ってきてん。ラプテルの石みたいなもん。そう、明らかに他のとこにはない鉱物が含まれてんねん、そこに。ラプテルストーンって呼ばれてる。ラプテルストーン。どっかで保管されてるんですか。されてる。あ、間違いせれば厳重に。え、じゃあそろそろ次行きますか。まあまあまあ、まあ、こういうもんですね。こういうもんです。はい、では次、いろんな謎を残しながら死んでいきましたと。そうですね、言っておりますね。はい、あともうちょっと言うと、ルフィがこれまで交流してきた人々ともロジャーはかかりがあったと。確かに確かに。ある程度航路がね一緒だったり、はいはいはい、もありました。はい、では続きいきます。マーシャル家、ついに来ましたね、マーシャル。はい、もともと本当に白ひげ海賊団で鳴りをずっと潜め続けていたやつでして、うん、隊長のすらなってないですからね。そうなんですよ、うん、だから D の一族でありながら本当に目立ってなかった。白ひげ海賊団の中やったら唯一ですよね、確かね。これそうですね、エースが入る前は確かに、うんうんうん、ティーチだけでしたね。はい、でティーチが白ひげ海賊団に入ったのがまあ12歳ぐらいの時だと。小田さん曰く最も海賊らしくテーマがあるらしくて、まあ、まさにその通りだなという感じするじゃないですか。確かに。ロックスとちょっと因縁があるのかなっていうふうに思われてる節がありまして、うん、それがサーベル・オブ・ジーベク号っていう船の名前。はい、船の名前そういう付け方するのって、いやほんまに船の名前っていうのがちょっとよく分かんないんですよ。ダレキンさんにちょっと聞きたいことあるんですよね。はい、何ですか。さっき僕が言った、うん、うちにも一人ティーチっていうのがやつがいると、はい、何なんだ D の名前のとは言って、はい、お花見してるところ言ってましたね、言ってました。あなた前船長ロックスさん D でしたよね。確かに。そう、だからうちにも一人っていう言い方おかしい気がする。そういえば俺の前の船長も D がついた時あれ何なんだって。ああ、そうかそうか。そう、だからそこをどうやってない気がしちゃうんですよ。なるほど、最初に名前を出すんだったらロックスの方が先じゃないかと。そうです、ロックスにもそうだったし、うちにも一人もいるよみたいに言うのが分かるけど、はいはい、どう考えるとロックスの有名だから、はい、ロジャーに対して言うんだったらロックスのこと言うでしょうと思うんですけど。なるほど。ゴッドバレ事件の時もちろん白ひげもロジャーもロックスも一緒にいたわけじゃないですか、うん、そこが逆に触れたくない歴史になってるのかなと。ああ、相手も言わないみたいな。そうそう、要はそのロックス海賊団って仲が悪かったっていうのもあるんですよ、うんうん、白ひげ自体がロックスのこともめちゃくちゃまた嫌いだったんじゃないかな、うん、でそういう時代があったからこそ自分の海賊団では仲間殺しを現金にしたわけじゃないですか、うん、そうね、思い出したくもないぐらいの感覚だったんじゃねえかな。でも仲悪すぎても D ・ジーベクは言ってなかったかもしれないもんね。そう、ロックスやから。確かに確かに、本名言ってなかったパターン、言ってない、うん、なんかそれもあったんじゃないかとかね、はいはい、なるほどな。そういうことがあってなんか名前出さなかったな、なるほど、とちょっと思いました、ね、あの時はティーチのこともしっかり家族と思っとったから、先に家族の名前出したみたいな。そう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 、なるほどなるほど、納得。
そういう覚えがね、あった。そのナレキンさん。やられてます。はい。ということで、白ひげとも関係が深かった。うん、でまあ、しかし、まあ、裏切ってね、逃げたわけですよ。そうやな。サンジを殺して闇の身を奪い、己の野望のためにね、手段を選ばず、結構いろんなことやってきました。そうね。そう、渋海になって、それを利用して、インペルダウンを襲撃して、レベル6からね、いろんな薬を出しましたと。ただ、そうは言っても、夢とかロマンっていうものも結構大事にしまして、ワンピースもそうさ、必ず存在するとか、人の夢は終わらねえとか。しびれたらいいですよね、あそこね。ワンピース屈指の名シーンですよね。本当にもう一番の名言という人もいるぐらいですし、あとこの世に不可能ということは何一つねえからな、ね、こういうルフィに言ったりとか。でも主人公っぽいこと言いますよね。そうなんですよ。まっすぐなとこあるんですよね、意外とね。別の場面だと、死ぬも生きるも天任せを恐れたやつが負けなのさ、ぜははは、次の一瞬に生きようじゃねえか、行き当たりばったりな感じもあったりして、でそういう一面もあるので、やっぱり白ひげも言っていたように弱点があるわけですよね、うん、過信とか軽率、こういったものが来る日の弱点だと、うん、俺もよく言われるね。あ、そうなんですか。うん、軽率なやつやって。社会に適合していく上でちょっと大事だった。あ、なるほどね。あ、オッケーオッケー。チェリーパイ食い直しますわ。あ、そうですね。適合者やからな、あの人。まあ、それが言われる YouTuber だったんだけどね。ああ、あなたもよ。え、俺も実はすいません。白ひげに関して意味深な要素は、あとは体の構造ですね。異形です。いや、これ気になるわ。これね、気になる。めちゃくちゃ大きなね、謎として残されてますよ。はい、普通の人間ならば絶対に無理だけど、体の構造が異形が故に悪魔の身を2つ食えたってね。そうね。歴史上初の人間になれた、うんうん、ということで、これが後々3つ目を食うのかとか、いろいろ言われてますけども、気になる。過去にはドラム王国を襲撃していたこととか、眠ったことがない、体の構造とも関係しているのかもしれませんが、もっと別の要素があるのかもしれない。ワンピースマガジンで公開された黒ひげの設定画とかには、うん、妹とかお母さんとか、ね、そういう人物も描かれてたんで、うん、そのなんか血縁とかは関係してるかもしれないっていう。妹も多分 D がつくでしょう。ですよね、いたとしたらそうですよね、もちろんね。両親のどっちかもついてるでしょうし、そういうのが明らかになっていてほしいなっていうのがね、気になる部分が多い人物だと思います。多い多い、はい、そっからのつながりで続いてる人物はロックソ・デア・ジャーバック。急なネイティブ。ロックソ・デア・ジャーバック、そういうアーティストかのようにね。アーティストですか。はい、じゃあ代表曲なんですか。そんな、うん、ウィー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 ロッキュー。ダイさん、ロスケさんに振ってるんですよ。あ、俺だったんですね。俺っぽかったよね。なんかちょっとそんな感じしちゃってロスケさんが主役なんですね。なんか珍しく俺に振られたなと思って。だからびっくりしちゃって今。そう、何も思いつかなかったから、単なるロックみたいに言っちゃった。多分、でも、今俺も同じこと言ってたんですよ。危なかった、危なかった。危なかった、すみません、すみません。逆にあった、すみません。さっき言ったように、まあ、ゴッドバリ事件でね、結構大きな関わりがありましたと、うん、いうことで、伝説の海賊まとめの時も言いましたが、うん、ほとんどの情報が謎なわけですよ。うん、しかしながら、かつて世界を最も恐れさせた海賊団の船長だったということで、海賊島八の巣で、ある儲け話のために集められた海賊団。なんなんやろね。伝説的な海賊ばっかですもんね。もう一説によると、なんか、悪魔の実の売買みたいな。はい、そう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 。悪魔の実の八百屋があるかもみたいなことが一瞬さ、はい、ほら、はい、描かれてましたよ、ね、ファンブックの中でね、はい、そういう意味かなみたいな。問屋みたいな。確かにね、うん、でなんならそこの魚の実があったっていうのもありますんで、こぼれてね、リンリンがたまたま手に、そうなんですよ、ね、だからそれ取引をしようとしてで持ってきたんじゃないかとかも言われてますよね、今ね。オペオペの実とかやったら50億やからさ、そう、やばいよね。やばい。そうそう。大物を数十億するよね。そう。ってしますよね、絶対ね。多分、50億ぐらいやったら、あんまりもう、ひるまないと思うんだよ。もう、それは多分、重なって重なって。うん、だって、普通に自分たちの実力考えたら、数億円集めたら簡単やと思うよね。そうですね。確かに確かに。国を1個支配したら終わりやから。やばいや。めっちゃお金動いてるやと思う。なるほどね。うん、そう、だって、現住所って、一番希少だと言われてるわけですから、うん、はいはい、それ相応の価値があるんやろうってことですよね。うんうんうん。でちなみにロックス自身の能力っていうのも分かってはないんですけど、巷とかだと闇闇の実なんじゃないかとかね、うん、って言われてますよね。そうですね。前任者説とか、うん、結構出てます、うん、もし能力者だとしたらかなり強力なものを持ってたんだろう。なるほどね、うん、で世界の王になるって野望を持っていまして、ほうほう、でそこがやっぱりそのロックス の, その D の名を持っていたっていうところから始まっているのかもしれないですよね、やっぱり。なるほどね、うん、俺は D の一族だからこそこの世界を支配する権利があるんだみたいな、うん、そういう思いがあったとしたら、なんか目指すきっかけもあったかもしれない。なるほど、うん、なんか海賊王と逆に対の存在な気しますよね、うんうん、ああそういうことですね、うん、ルフィが言っていたように自由なやつがね、そう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 、対立するような支配しようとしましたもんね、うんうん、いろいろね、目指している過程で世界の近畿にめちゃくちゃ触れていった、うんうん、でも分かんないね、いいもんか悪いもんかもちょっと分かんないじゃないですか。あだって人が見たらさ、僕たち読者目線で言ったら筆者大河っていいやつやけど、はいはい、天竜人サイド世界から見たら奴隷解放させてどういうことやねんみたいな思っちゃうもん ね, ね, 確かにね、見方の違いもんね、うん、そうですね、むっちゃいいやつだったらどうするの。
そういうパターンもあるか。あるか。あれはすか、ね、もしかしたらその政府の悪事とかをなんかめちゃくちゃ暴いてくれとったかもしれない。ね。もしかしたらイム様のあのスカートみたいなの全部めくって姿見せてくれとったかもしれないし。ロース法みたいなもの。そう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 。経験打ってた可能性がありますよ、ね。そう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 。そういうの考えたら、まあ一概にタブーやけど悪事とは言えない。なるほど。そうそうそう。なるほどね。証拠の電電虫全部晒しますみたいなこと。あ、そう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 。民間人とかにも危害加えてたとしたら結構ね悪いやつだみたいなとかいう印象があったかもしれないですけど、そこも謎っちゃ謎ですよね。何やったか具体的には分かんないですからね。そうなんですよね。そこは語られてないと、うん、まあそうそうたるメンバーがね、うん、ロゴス海賊団にいまして、白ひげ、カイト、ビッグマム、シキ、キャプテン・ジョン、王直、ギンブとか、ね、キャプテン・ジョンなんかね自分一人でも財宝たくさん持ってただろうから、そうそうそう、その財宝をやっててもさらに加担しなきゃいけないぐらいすごいものがあったんだ。確かに、うん、テロ組織のように世界政府に牙を向き悪業の鍵を尽くしていった、うんうん、でまあ先ほど言ったように仲間殺しが絶えない海賊団で仲が悪かったと、で後世に語り継がれている情報はなかったので、まあ海軍でも一部の人とか知らなかったりとかいう経緯があったわけですよ ね、はい、ロックス自身はもうすでに亡くなっているポイントということでありますが、黒ひげがねその意思を継いでいるんじゃないかということがあります。では続いての人物、はい、モンキー系いきます。お、来ました、ついにウキキキモンキー D ルフィ、はい、はい、主人公です。麦わらの一味船長、父はドラゴン、祖父がガープ、よくもまあひねくれずに育ったなっていう。いやマジでそこよね。安心しました僕は。でイーストブル風車村に生まれましたと。今ワノ国でね絶賛カイドウとバトル中ですけども、そうね、はい、でちょっとねあのジャンプの話をしますと、はい、最近は一人一人の身現住所モデル2以下の力を覚醒させ、うん、いよいよ核心に迫っていくなと。かなりね、かなり事態になってますよね、これはね。ニカが太陽の神と言われていまして、ジョイボーイが能力の前任者だったとしたら800年ぶりに覚醒させましたっていうことになりますので、世界政府からも危険視されている存在ではありますよね、うん、そうね、はい、ニカの存在については神のね、話のところでもいろいろ言いましたんで、うん、今回はその詳しく触れないんですけども、はい、もうそれこそ本当にさっきジョイボーイが D だったかもとか言いましたけども、ニカも D だった可能性とかね言い出したらまあキリないんですけど、うん、まあ、あるっちゃあるなと、要は D っていつからつき始めたんだ。そうなんだよね、移民なのかも突然なられてたかもしれない。そうなんですよ。そうな。要は800年前に500、500年が明けるタイミングで意思を継ぐために D ってこう名付け始めたのか、 そうやな、それとももう太古の昔からそういう D の一族っていうのはもともといて500、500年の時に一気に減っちゃったのかとかね。まあね、そういういろんなパターンがあるわけですよ、まだ。ここにはそう。だからそこがクローバー博士が言っていた巨大な王国にも関わっていくんだろうなと。確かに確かに。夢の果てがあるわけですよね。はい。いろいろロジャーと同じだった。アニワンでもね、ありましたよね。ロジャーとルフィがこう、後ろになってこう、一緒に言うっていう演出、すごい熱かったんですけども、まあ、それをシャンクスが聞きまして、同じこと言ってる奴がいたということがありましたんで、海賊王になって夢の果てを叶えた時にやっと世界が全てこう、ひっくり返る、完成するんじゃないかということですよね。ロジャーは海賊になったら別にひっくり返せたわけではなかったんで、そうね、そうね、そこはやっぱ違いですよね、うん、早すぎて言うとかね、そうそう、早かったんですけど、後悔してる感じじゃないんですよね。あ、ひっくり返されなかったみたいな。あ、確かに確かに、うん、本当に僕たまにお好み焼き焼いてて、はい、ひっくり返すと失敗するやるやん、バチャーンっつって襟の部分に乗っかっちゃう時とか、はいはいはい、あれはうわーってなる時ね、あれはめっちゃ萎えるよね、うん、ほんまに。そういう悔しさは別にロジャーは感じていなかったっ、ひっくり返せなかったことね、うん、悔しさはあんまり感じずに、うん、そうね、負け惜しみのように俺は死なねえぜってみたいな言っちゃう感じかな。なるほどね、うん、意地がちょっとあったのかもしれない、意地がそうですね、うん、でまあ自由をとにかく好んでいるということで、ヒーローみたいに祭り上げられることもありますけども、うん、いや全然そんなんじゃないんだよって、なんかすごい、うん、そこはなんかいいなみたいな、うん、麦ら帽子をかぶっていますんで、そこもつながってくるでしょう、はいはい、能力関係なくもともと金槌だったと、うん、はいはいはい、こともありまして、うん、この辺はどうなのかなっていう ねこの前深掘り会でも僕言いましたけども、そのニカの空想の能力で泳げたりできたら、うん、めちゃくちゃいいなって思いました、うん、面白いね、やばいよね、そういうのあったらいいなと思いました、はい、ズニーションも言っていたようにジョイボーイと同じ運命を感じているということを言ってましたんで、こっからもうカイドとの決着がついたらいよいよ大きく動き出していくんじゃないかと、うん、そうやな、いうようですね、はい、うん、で続いてそのルフィの父親ドラゴンですね、はい、あんま分かってることないよこの人、そうなんですよ、うん、モンキーディドラゴンもロックス並みにちょっと謎でして、謎、そうやな、世界最悪の犯罪者と通称されている革命軍総司令官、うん、はいはいはい、革命軍を創設して今世界政府に直接牙を向いている立場なわけですよね、うん、でもちろんドアン島のゴア王国出身で、シラツチの島バルティゴっていうところでずっと拠点を置いて隠れ住んでいる、これずっと見つけることができなくて、要はなんか勢力をね大きくしていったという
いうことですね。この前東野くんが五老星無能っていうね、はい、話されてたじゃないですか。LU 会、はい、しましたよ。で僕あれめちゃくちゃ共感するとこ多くて、はい、楽しく見てたんですけども、はい、まあ、僕から言わせれば、うん、ドラゴンをこんなに野放しにしてること自体が本当にダメだなと。そう、うん、いやほんまそうよ。いうことなんですよ。何年前のレベリーからこうやってんの。マジで8年経った世界の解決のまんまやからな。タラッサ・ルーカスがこう写真出してる時はもうやれよと、もっと力入れてね、だからこんな事態に今なっちゃってるわけですよね。で本当にまあこの男の思想は危険すぎるとそれこそ言われていたわけで、ルフィの幼少期にあのサボともね会っていたんですよね。12年前のゴアウォークで、そうそう、ね、でそこでサボを拾いまして革命軍のナンバー2にまで育ててあげたということがありました。でゴア王国はこの世界の縮図だみたいな言い方してまして、自分が生まれた国を変えると同時にこう世界をね変えていこうっていう思想になっていたわけですよね。今拠点はですねカマバッカ王国っていうことになってまして、そこからこうマリージョアに攻め入ったりとかいろいろやってます。最近だとサボのなんか安否が不明で、それを確認するために状況を整理しろみたいな、ああいう、ちょっとなんかね珍しいんですよ、焦る表情もあったりとかいう、うん、めちゃくちゃ確認に時間かかってるけどな。かかってますね。やっぱこういう世界なんでね、やっぱ情報の行き来が大変なんですよね。まあ、ね、そうそうそう。ドラゴンもなんか能力あるんちゃうかと僕思ってるんですよね。やるでしょ。能力者と。そう、結局はさ、持ってるんじゃねえかと。おお。まあよく言われてるのが夜明けの風にまつわる能力なんか。ああ言われてる。ね、風風の皆さんはいはいはい、言われてますが、まあ、それなりの力を持ってると。で頂上戦争編でルフィが覇王色を出した時にやはり持って生まれたかとガブ言ってたんで、もしそういう遺伝するとかがあるならばドラゴンも覇王色持ってるよねとか、うーん、なるわけですよね。革命軍のトップですからね、覇王色の一つや二つぐらい、二ついる使ってほしいですけど。えそんな別にあっても持て余すだけだと思うんですけどね。そのさらにドラゴンの父親モンキー・ディ・ガープが来ました。伝説の海兵であるんですね。海軍中将ですけれども、結構いい年ですね、78歳ということで、ロジャーとかロックスの時代からもう現役でバリバリでやっていた人で、まあ今はちょっと隠居してるに近いですけども、まあ、本当にそれ相応の強さを持ってますよね、ガープもね。ガープに関してはロジャーからエースを託されていたっていうのが非常に大きな出来事でして、でかい、確かにな。そう、ここもなんかその D の者同士の関わりがあったっていうのがすごくいいですよね。そうね、ゴッドバレー事件があったからより一層ね思い入れが強くなるね、うん、ですよね。ですお前ならやるぞみたいな言ってるやん。そうなんです、くれるさみたいな。戦争の時は単純になんかルパンと銭形みたいに追っかけ合ってただけみたいな感じのイメージだったんですけど、そのロックスで共闘してたのが分かったんで、あ確かにねみたいな。ガープに関しては能力者ではない。そうね、ですよね、はい、ただ覇気が多分最強クラスみたいな、うん、だからロックスは何の能力かは分からんけど、はい、最強の覇気使い2人にやられた可能性がある。そうなんですよ。おそういうマジで非能力者にやられたの。そうです、そうです。だから最近本当カイドの発言でロジャーが能力者ではなかったようにっていう発言があって、ってことはオットバレ事件の時ロジャー非能力者、ガープ非能力者、ロックスが能力者だったとしたら、あこの対決おもろいな、うん、はいはいはい、構図があったわけですよね。これすごいですよね、やっぱね、うん、ガープ結構自由人でして、はい、ルフィをねなんかいろいろ修行させてなんかどっかの森に放り込んだりとか、うん、もう破天荒な人だったわけですよ。大将の座をあえて辞退していたっていうのがあったわけですね。これもなんかなるほどなと思うところで、要は天竜っていうのは直属の部下となってしまうのが嫌だった、うん、ってことはやっぱりそこにも D の何かが関わってるわけで、そうね、あの描写してすごい良かったね。青木人ところでしょそれ。そうです、そうです。そこでさ、クーかっこいいって言ってて、はいはい、で自由にやるためにこれ以上の地位はいらんって言ってたはずなんですよ。あ、そう言ってましたね。 その時はあやっぱ自由な感じがルフィと似てるしいいなと思ったんですけど、うん、ちゃんと天竜人めっちゃ意味嫌ってることも後で追加されるじゃないですか。そう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 、それが本心だったと思うんですよ。ですね、うん、だからステリーに言われた時もあんなゴミクズにかって言いましたね。出ちゃう、出ちゃう、そう出ちゃうんですね。めちゃくちゃ嫌いなんだろうということですよね。死んじゃうとかとね、マイルド戦ったりとか、はいはいはい、で海賊にとって悪魔だったっていう表現もされてましたし、本当にもうすごい存在だったんだなということで、ね、エースを預かりダダね預けて育てていたよと。でエースのこともね、まあ、家族みたいにもう本当に思ってまして、死んだ時にはもう本当に杯を殺す勢いでねカッってなってました、ね、うん、なんだかそう。で今はそのコビーとかヘルメポを育てることに注力している、うん、よかったな扉のシリーズ。ルフィとエースに本当は海兵になってほしかったんだけど、そう、それは叶わなかった。もうさすがナレキンさん、もうここがすごくよくて、扉絵の時にはガープってルフィのおじいちゃんってことが分かってなかったんですよ。そう、確かに確かに。今でこそ分かるんやけど、読み返したね、うん、だからその二人にできなかったことをなんとなく二人にそれを感じたんやと思う。そうなんです。それでちゃんとやってるところがいいし、その二人が次ルフィのライバルになる。そう、ここが熱い、めちゃくちゃ熱いところ、ここがいいんよ。それも重ねてるんですよね。そう、これがめっちゃうまい。熱いわ、ほんとに。ダダンに預けてるな。ルフィたちも自分で見とったら海兵になったと思うけどな。あーそうか、そう、あそこなんか楽しちゃった、ね、なんかちょっとサボったよ。働きたかったんかな、忙しかった、仕事に集中したかった。確かにね、現場に出たかって言って、ね、思いがあったかもしれないですね。そんな問題だと思うけどな俺。
これに関しては。いや、もう本当にそう、うん、だからね、ルフィをね、育てる人がね、いてよかったですよ、ね、そうね。ルフィもなんか最近ね、漠然と海軍とかにはなりたくないみたいな、はいはい、意思があったみたいなこと言われました。確かに確かに、うん、乗せようとしたかもしれない、でも無理やったわ、ルフィは。そうなんですよね、うん、まあ、ゴア王国出身ってこともあるんで、ガープがそうだったとは言いませんけども、なんか元々家系的なんか身分が高かった可能性もあるんだっていう、うん、あ、だから本当にモンキー家という由緒正しい一族みたいな、そうそうです、なるほどなるほど、人があったかもしれないなっていうね、うん、それはありえますね。そう、うん、説もありますということですね、うん、はい、で続いて、うん、そんなガープがダダに預けられて育てられたポートガス TS 出ました。イエス、ロジャーの息子ルフィのね、まあ義兄弟ですけど、秘剣、はい、のエースと言われておりました。10歳で亡くなってしまったんですよね。ああ、そうね。で、出身がサウスルルバテリラ、うん、来ました、この島。なんでロジャーはサウスルブルーに行ったのかっていう、うん、この謎も含めて今のところまだこれが説明されるところですけども、まあ本当にいろんな他の D のね人たちもとも関わりがあって、懸賞金は5億5000万ベリーまで行きましたと。覇王色は持ってたんですけど、2年前だったんで武装色とか剣軍色をそれほど使ってる描写はなかったそうね、いうことなんですよね。まあ使えたとは思うんですけどね、うん、ほぼほぼで、メラメラの実を持ってまして、それを今サボが継承して使っていますと。で、まあ白ひげ海賊団に入ってからは、はい、あの白ひげを尊敬してまして、海賊王にするっていうね目標を持っていましたと。自分ではなく白ひげを王にするっていう、そう意思だったのが、ああそういう風になるんだってね、思いましたよね。まあロジャーのことを嫌ってましたと。なのでポートガスっていう母親方の姓を名乗っていた。エースがロジャーの息子だっていうことを隠すミスリードだったわけですよね。うん、徴用戦争編で劇的に明かすための仕掛けが用意されていた。だからドラゴンの息子だと僕らは思ってました、その当時はね。そうね。でもなんか特徴としては血が繋がってないんですけど、うん、ルフィとかガープのように突然寝るっていう特徴があるんですよ。うんうん、確かに。育った環境が一緒だからな。そうだからな。そういうことがあるかもしれない。そう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 。これはすごいなと思いましたね。で、マキノにその礼儀作法とかを学んで、なんかシャンクスに会いに行ったりとか、小説版とかでも結構濃く描かれたとかあったみたいですよね。いろいろこう後悔の場面とかね。大切な人を侮辱する発言っていうのはすごいこう激高する。この辺エースはロジャーとは会ってはないんですけど、同じ性格がすごい引き継がれてるんですよ。うん、敵を前にしたら逃げないとか、そういう特徴がある。最近の情報によりますと、はい、エースさんもちょっと恋をしてたのどうのこうのみたいな。出た。それはあの海賊にもらなる TV です。そう。そうなんですよ。いました。いや、なんかその…見たいんですって見る見る見て見てください、うん、でも、はい、今一旦説明しますね。あ、スタンピードの最初のどういう映画にしようっていう時に、はい、エースの恋とか歴史を描くみたいな話になってたっぽいんですよ。へぇ、うん、そっから会議を重ねて、うん、ああいう形になってって、そうなんだ、めちゃくちゃ変わったらしいんですね。ほうほうほう。で、そのなんか杉田さんが話を聞かれてたんですけど、言えないって言ってたんですよ。そうちょっとそれは答えられないんですけど、でも設定上は存在してるということだけでもすごいことじゃん。そう、 そうなんですよ。じゃあいずれそのエースの意思を継ぐ子供が出てくるかもしれないじゃないですか、うん、っていうことなんですよ、ね、マジで。その展開ボツになってスタンピードが公開されたから言ってもいいかなって思うんですけど、言わなかったってことは本原作でそういうことが描かれるかもって思われる。おー、なるほどね。僕はちょっとそう感じました、なんか、うん、はいはいはい、そこが結構熱かったですね、この前ね、うん、すごいな。そうなんですよ。最近アニワンでもヤマトとのね関わりとかが、うんうん、確かに確かに、そう映像化されて、そこもめちゃくちゃ良かったし、そうね。で、なんだそのビブルカードの伏線っていうものもヤマト、エース、ルフィっていうことにつながる。そう、これがすごかったですね。よかったね。エース、ルフィだけかと思う、その後ろにヤマトがいたんだよ。確かにな。解消され方がもうめちゃくちゃ良かったですよね。面白かったね、あれね。はい。で、まあ命を落としてしまいましたが、その意志がまあ引き継がれて今ルフィがねちょっと活躍しているということになっております。で、続いての人物はトラファルガー・ディ・ワーテル・ローです。おお、はい、これちょっと隠してますからね、普段ね。隠し屋さんなんですよね、彼はね。本当に最悪の世代の一人で、最初はトラファルガー・ローっていうね、それこそもう本当にその D は隠されていまして出てきたんですけども、ドレスローザの過去編で本名が明らかになりましたと。で、彼はですね26歳、ノースブルーのフレーバンス王国出身、白い町でこう白炎病を患っていたんですね。はいはいはい、結構重い病気で、ね、もうそのままだったらちょっと死んじゃってたんですが、ただコラソンのおかげでオペオペの身を入手しまして、その能力で治ってですね生き延びることができたと。なるほど。となっております。はい。で、まあオペオペの身といえば苦労手術もあったりで、強いってわけではないんですけど、うん、重要度ではかなり高い。ラミちゃんもDの一族でしょ。あ、そうなんですよ。まとめて言っちゃいますけども、トラファルガー D ワーテルラミ、意外ですけども、そう妹がいたわけで、一応死んだことになってね。です。一応はね、ラミは死んだことになります。まさか、まさかみたいな。そうそうそう、ちょっと、まあ、これは生きてますね。これは生きてます。マジっすか。生きてまた我々の前に姿を現す日が来ます。ローってどういう結末になったら幸せになれるんだろうって考えたんですよ。はい。ちゃんとマジンボローファンとして、はい、今回を遂げても夢は終わ達成してるんですけど、ね、通期の運命を知りたいって自分のことを探すじゃん、うん、はい、そうなった時に、うん、妹とほんとワンチャン再会できたら医者としてもすごくいいだろうなっていう気はして、あ、確かに。ちょっとだから 1% ぐらいかけてる
のですよ、僕なんか。そうね、そう、ゆっくり兄弟でもう隠居し過ごしって思ってますけどね、僕。それ結構まあ救われますよね、老的に、ね、救われると思うんだよね、めっちゃ。なんかね、ラミもね一瞬しか出てないから。そう、本当一瞬だったんですよ。で、両親と共に死んだとされていますが、形どうなのかという。そうそうそう、で、今小池さんも言ってくれましたけども、数奇な運命の意味を知りたいって言ってます、うん、これが僕が冒頭に言ったこの和の国編で D の情報がちょっと明らかになるんじゃないかと思ってるところで、はいはいはい、こういう伏線がもう回収されていくんじゃないか、うん、どんどん和の国ってポーネグリフも多いですし、うん、ロビンがそれ読み解けば、うん、結構明らかになってしまうんじゃないか。確かにな、この終盤に来てのなんかポーネグリフめっちゃ意味重たくないですか。そうなんですよ、ね、めちゃくちゃ重たいんですよ、ね、でそろそろなんか書いてありそうじゃん。いや本当に、うん、で、小田さんもその和の国のラストこう注目してくださいみたいなこう言い方知ってたんで、注目してくださいって言われたんだけど、注目するよ、毎週ね、ずっと毎週してるよね、マジで。でそこは結構な情報がね、来るとは僕は思ってる。確かに違いますね。相当やばかったよ、最近も。いや、そうそうそう、千話っていうのが来て、はい、覇王色、うん、で、そしてゴムゴムの実の秘密、そうそう、バーンってこう、なんか3ヶ月に1回ぐらいはこの波が来る。そう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 、これ以上のこと来るってもう考えられない。いやでもいよいよ D もね、分かるかもしれない、うん、もうほんま1ヶ月ごとに分かってるかもしれないでしょ。いや、そうです、そうです、1ヶ月間小江ちゃんのサラダ全部 D って書いてあるんですよ。確かにまた D の考察やおい。また D のまとめやってるかもしれないです。もうまさしくもう D はまた必ず嵐を呼ぶということですね。そう、嵐が来るんですよ。もうモッチー先生もユイケンもアナブも全部 D もやるでしょうね。その中で俺らも E の一族がいたとか言ったこと書いてても E だ、始まった E、うん、これ全部 A から Z までできる、うん、これが本当の Z 世代みたいな。最悪の世代はもう古いよね。本当にだからそれぐらいやっぱり引き戸ある要素なんですよ、これは。はい、うん、だから本当に明らかに楽しみ、そう、楽しみなんですよね。はい、まだ終わんないですよ、動画は。あ、そうですか。だからすごいなんか締めに入る流れでいきます。まだいますからね。まだいる、まだいます、まだいる。そうそうそう、ローに関しては白炎病を乗り越えてドフラミンゴ倒して今ワンクリで自分自身の運命をこう見つめる段階に入ってる。そろそろがビッグマム撃破したからね。確かに、いや、すごいよ。そうです、4校撃破しました。ほんと死んでほしくない。ちょっと死亡フラグも若干あるんだよな。そうなんですよね。そう、コラソンと同じ年だし、まあ、マジで。そうそうそう、ほんとちょっと要素ちょっとあるんで、そうそうそう、気をつけてください。ほんとに薬年っすよ、今。薬年ね。そう、不老手術をするってことは死ぬってことなんで、ちょっと怖いです、怖いですよ。今ローと同じ年でした、2人。いや、ローの方が下ですね。下、もう下ですわ。いや、越したんや、もう。もう3つ下になっちゃいました、ロー。そんな、もし29、あいつも敬語使わないと。29なんもん。29っす。え、俺ら。9なん。そうです。すいません、そうです。そんな言ってたもん。シャンブルズしたいね、ロードね。してよ。入れ替えてくれ。入れ替えたい。もう俺と大根もう一緒に入れていいから、一緒に入れていいから、ね、一緒で、一緒で、一緒で。それでいいんですけど、もう本当にお願いしたいということなんですけども、はい。ということで、能力もね、そう、覚醒してるんですよ。もうこれからどん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 さらに強くなっていくんちゃうかと。いや、そうね。思われておりますね。で、ラミ含め、ワーテルっていうイミーラの方もね、一応あるんで、直接 D とは関係ないかもしれませんけど、これは後回収されるだろうと。なるほどね。ワーテル系。ワーテル系なんですかね、なんかね。トラファルガー系ではなくというね。別のこれが入ってるかもしれないですね。うん、文系的なところ、うん。続いての人物、ポートガス・ディ・ルーチュです。おー、ルージュ。出したエースの母親、ロジャーの奥さんだったわけですけれども、出身がバテリアですね。はい、サウス・ブルーの。エースと一緒ですね。そうです、そうです、はい。ルージュも情報が少なくてですね、あんま分かってないんですけど、ただ、今のところ明らかになっているディの一族で唯一女性、ラミを除けばですね、うん、けどね、なんでこんなに女性が少ないのかなって。確かにロジャーがわざわざ船を一番に降りて会いに行った人物ということで、なんでロジャー彼女に決めたのかっていう、どうする5番目とかやったら、そやん、わからんよ、ロジャーがどういう順番でルージュに会いに行ったか。1番目の女、2番目の3番目の4番目のやり直しそうよ。大きく冒険をやり直す。いやいやいや、やり直すのかかりすぎちゃってる。1番目から4番目はもう根絶やしされちゃったから、セル見つかって見つかったら、そういうフェイク。うわー、怖い。うわ、どうする6番目、7番目生き残ってたら、いや、いるかもしれない、出てくる、出てくる、私はロジャーの娘だみたいな、相続権を死亡しちゃう、そうそうそう、あっ、見つかった後の、ああ、ね、うん、あの相続争い編、見つかったら急に出てくるやつだね。そうそうそう、怖いね、怖いね。ルビー気をつけろ、マジで。出てくる可能性あるんですよ、いろんなやつが。ということで、それほどなんか世界政府もロジャーと会っていた人物っていうだけで血眼になって探していて、いやすごいっすよね、わけなんですよ。そうで、ガープがその出産に立ち会ってしっかりね、エースをこう引き取ったと。20ヶ月もエースを腹の中に入れていたっていうのが超人的な忍耐力というか、忍耐超えて
てるけどな、超えてるよ、そういう能力ちゃうんかと思ってたけど、まあね、確かに思わせぐらいなんかすごかったですよね。で今亡くなってしまっておりました、うん、ということで、まあ、ちなみにそのモデルっていうのもなんか諸説ありまして、メアリー・リードとか、そういう実際にいた女海賊とかでなんか関わっているんじゃないかと言われてますよね、うん、ではラスト、ハグワールディ・サウロン、はい、いました。この方も海兵でしたね、はい、元海軍本部中将で巨人族だったと、うん、ここですやっぱりサウロンに関しては、うん、確かに種族が巨人族だった、うんうん、他は全員人間ですか今のところ。人間族ですね。おそうです、はい、サウロのみ違ったと。巨人の腕おるかもしれないもんね。そうなんですよ、うん、確かにいろんな一族にいていいやんって思うんですけど出てこないんですよ全然ね。彼も出身がサウスブールだった。要はエルバフって新世界にありますけども、はい、いろんなところに巨人族の島があったんですよね。巨人族の中でも穏やかな一族だって言って、なんかエルバフのやつとちょっと一緒に住んだみたいなことも言ってたんですよね、うん、そうですね。あれもなんか初めて知ったことでしたね。そうなんですよ、ね、エルバフ以外にもおるんやって。そうそう、意外な事実ですよね、うん、まあ、ロビンの過去編で出てきてまして、まあ、命の恩人だということで、うん、まあ、クザンとも親友だったというのがありました、うん、はい、そのクザンによって凍結させられてしまって亡くなったという、まあ、ビブルカードだと去年がついてるんですよね、うん、確かで105歳で亡くなってしまったということがありましたね。要はサウロはそのポーネグリフを研究してた探索船を捉えまして、オルビアと出会い古代兵器復活につながるっていう理由から世界政府がバスターコールをかけるということで、まあ、ちょっとそれに反対するような感じで脱退したわけですね海軍。この点がいろんなことを踏まえながら海軍に居続けたガープと海軍を抜けるって決断をしたサウロの格好なんか違いだったなっていう、確かに、これも面白いところですよね、はい、なるほどね。もう一回巨人族の話に戻るんですけど、うん、まあ、仮にですよ、今後麦わらの一味がエルバフにね行くことがあったとしたら、ロキ王子とかって D の一族ちゃうんかなとかもなんか思ったりしますよ。なるほどね。それってまあまあ確率あるし、確かに確かに、まあ一匹はおるやろ。一匹はいますよ、この島に、ね、そこはちょっと言ってくれないの。そんなゴキブリみたいに言わんでもやっぱり G の医者、D の医者、こう、G の医者、いいのよ、もういるやん、カサカサやってるわけです。30匹ぐらいいるから、一匹いたら。いや、そうなんですよ、だからもう繁殖してるんですよね、はい、だから D もそのようにいるんじゃないかと思われていますんで、うん、今後のね、巨人族との関わりという意味でもロビンともつながりがあるんで、確かにな、それ結構伏線になってるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。こういうふうにいろんなね、D の一族見てきましたけども、うん、いろんな立場の人がいますよね。海賊であったり海兵であったり、だからいろんなこの縁がある中でこう交わっていくっていうのが非常に面白くて、今後本当にいろんな種族の D の一族とかできたらめちゃくちゃ面白いなと思います。確かに確かに、はい、ということで今回 D の一族まとめでしたけど、皆さんいかがでしたでしょうか。もう最高っすね。ありがとうございます。うん、乗り気にワンピース史上一番長い伏線にもなるってもね、 D って。そうですよ、そう確かに本当に、うん、だって第1話からルフィの名前が出てるわけですから。ゴムゴムの実解決したいから、とりあえずしましたね。残るところも D とワンピースしかない。いや、マジで1話からの伏線で、うん、そうなんですよ、うん、あとは、まあ、麦わら帽子とかその辺なんで、そう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 、3つか3つぐらいですね。いや、うん、本当にでかい要素でしたね。なるほどね。いかがでした？なんか特に誰が好きとかありましたか？ D の一族。いや、僕 D の一族はね、やっぱり早くほんまに分かりたすぎるんですよ。分かりたすぎる。 D の意思とは一体何なのかとか、本当にそうです、まあ、全部気になるんですけど、まあ、やっぱ僕のお気に入りの D はマーシャルですね。マーシャル、やっぱりマーシャルね。堅くないキーツとは言わへん。ここはマーシャルかなっていう、そういう気になるところですね。なんでマーシャルがいいんですか？やっぱ今後絶対活躍するんですよ、うん、大きく、うん、で海軍も多分あいつがぶっ潰すんですよ。それぐらい強大な D なんですよね。なるほど。そう、もうデビルを象徴するような存在やから、あいつが一番やと思いますね。あ、デビルの D だった。はい、僕はその派です。へー、シンプル、うん、マーシャルやから。はい、というわけで今日のゲストのすけ海鮮堂さんでした。さんはですね、あと個人チャンネル2つもやってるんですけど、ちょっと説明しまっていいですか、はい、どんなチャンネルなんですか。1つはですね、アナザーブルー、うん、アナザーブルー、ワンピースのことをね、いろいろ取り扱ってる専門チャンネルでございます、はいはい、でもう1つがですね、のすけのヘンタメというチャンネルになっておりまして、こちらはもう僕のエンタメ要素をもう存分にやってる、もうめちゃくちゃなビジネス紹介チャンネルそうです、なんかちょっと2100年に流行ってんじゃないかと、ね、紹介したりとか、あるいはなんかそのボールペンのね、いろんなストーリーをやったりとか、あるいはそのニュース形式、ニュースをね、いろんな紹介したりとかっていうことやってますんで、ぜひ興味ある方はそちらもご覧ください。はい、じゃあぜひチャンネル登録よろしくお願いします。See you、Bye. マーシャル。もう諦めたなんて言わない、君と約束したから。